庭植え、地植えの方のイチジクですね。地植えの方のイチジクも見ていきたいと思います。バナーネです。うちのはまだまだカチカチのちっちゃい実ですね。ずっといきます。あんまり変わりはないですね。あんまり変わりはないです。台風被害もうちはなかったんで、あんまりこうないんですけど、こんな感じですね。ずっとこれエバビー、さっきのは麻酔ドフィンかな、麻酔ドフィンですね。エバビーもね、全然大きくならないんですよね。実が下の方になんかあるけど、まだまだカチ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 たくさんついてますね。全然落ちないです。全然落ちない感じで、まあ、あんまり変わり映えがないんで。で、1個持ってるのがビオレソリエス、こういう感じなんですけど、結構日が当たるんですけど、葉焼けがないんですよね、あんまり。ビオレソリエス、幻の黒いちじく。ビオレソリエスはもしかしたら高温に強いのかもしれないですよね。ほら、全然葉焼けがない。全然葉焼けしてないです。ビオレソリエスは丈夫。高温には強いですね。丈夫な感じ。実も落ちないし。コナドリア。寒さにも暑さにも弱い。でも、実つきは最高なんですけどね。まだまだ硬いです。これ、ちょっともうちょっと置いときましょうか。でも色が変わっちゃってるから。ちょっと無理っぽいっすね。全然、ほら、もうこの辺みんな、高温障害、葉焼けで、みんな葉っぱが落ちない。無理やりは落としてないんですけどね。葉っぱがみんな落ちちゃいます。もう、果実が、あらわになって。でもまあまあ、最近の日照時間が短くなってきたこともあって、新芽の活動をし始めたんですけど、またまたちょっとここ暑くなってきてるんで、これですね、新芽が出てきても新芽が葉焼けしちゃう、まあ、ここはもう天日で思いっきり当たるとこなんで、しょうがないんちゃしょうがないんですけど、新芽が出てきたのはいいけど葉焼けして枯れちゃう、そんな感じの繰り返しですね。あの葉っぱが全部取れちゃったんで、あの新芽に光合成してもらおうと思って芽かきをとりあえずストップしてます。まあ、それがどうなるのかは知らないですけど、みんな葉焼け棒だったんですよ。葉っぱが全部落ちちゃって、でもまあまあ新芽が出てきたんで、新芽さんに光合成頑張ってもらおうかなと思ったところ、1個にやられてます。どうなるんですかね。ただ葉っぱがなくなった時点で実が甘くならないのかどうかっていうのもちょっと分かんないですけどね。自分では試したことないです。どれぐらいの差があるのか、葉っぱがない果実と葉っぱのついてる果実の甘みの違いみたいなの、まあまあ同一品種でやらないとその差は出ないと思うんですけど、どん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 手前の葉っぱが葉焼けして全部落ちちゃったから、奥にも日が差すようになって、奥にもどん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 葉焼けが進行してっちゃってる感じなんですよ。どうしようもないですね。どうしようもないです。どうしようもない。あ、ほら、こんなね、勝手に取れちゃう、勝手にポロポロ取れちゃうのは取れちゃっていいんですけど、まあでも、やっぱり秋近づいてるもんで、新芽の方が動き始めてます。いいんじゃないでしょうか。あとは果実が肥大してくれればいいなと思ってるんですけど、はいはい、ロンドボルド、続々と、熟してます。もう今日までに結構取りましたね。
10個はいかないかな、7個8個9個ぐらいまでもう取ってすぐ食べちゃってる取ってすぐ食べみたいな感じなんで食レポ出してませんね、まあ、一番の今のお気に入りがロンドボルドーです。これはねもう伸ばしっぱなしですごい背が高いですよ。3メートル超えてます。こっちはこの時点であそこは目つぶしてあります。まあ、熟して何段まで熟すかですよね。もうこの辺からこの辺からっていったんで1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,20段ぐらいありますね。こっちにしてみたらもう20段以上ありますね。だけど果実がついてるのが20段ぐらいまでしか実がついてるのが確認できない感じですかね。20段ぐらいまでかな、うん、多分これが最後の果実かなと思うんですけど映ってないか最後の果実あの辺が20段ぐらいかな。やっぱ20段ぐらいでもうつかなくなっちゃう感じなんですかね。まあ、わかんないですけど、これ2年目なんでね、もっともっと太い木だったらもうずーっと上まで行くのかもしれないですね。上の方は全然もう実がついてないです。20段ぐらいまででストップしてます。はい、そんな感じです。まあまああんまり変化がないんで、まあ、食レポは出してない久しぶりの休みなんでなかなかね食レポまで落ち着いてやろうと思うとざっと撮影してざっと喋って撮って出ししてる動画ばっかりなんですけどねすいません申し訳ないです。まあまあ近況動画記録用動画ですね、チャンネル登録お願いします。うちのいちじく地植えでした。鉢植えいちじくはちょっとこの前に出してますんでそちらの方の動画もチャンネルと登録とともに、まあ、見てみてください。よろしくお願いします。